おはぴよー、どうもひなぴよです。それでは本日も小倉せエピソード4やっていきたいと思います。前回はなんかめぐちゃんがめちゃめちゃこう悪い女というかゲンゲンとそのレン君の間でどちらにつくべきかをこうまあ私が品定めしてあげるみたいな状態になりましたね。で、あれですね、ゲンゲンの依頼を妨害しようとする人が現れたというのがそのレン君なので、まあここからどういう依頼が来てどういう風にやっていくのか、まああれか、依頼するのはめぐちゃんなのかな。まあここからじゃあちょっとやっていきましょうかね。ちょっと全然さ、こうあらすじ言っといてなんだけど、ぼんやりしか覚えてないんで、ちょっと待って、画面が固まったわ。エピソード4重たいんだな、多分。よし、じゃあ行きます。記録6、メグ依頼する。そうだよね。メグちゃんが依頼するんだね。屋上だっけ、今。ロードが長いね。あ、よかった。結構ロード長くてどうしようかと思ったわ。はい。普通か屋上にいる源氏に私の依頼を伝える。オッケー。はい、どうもー。また来たよ。あんまり特化の人に近づかれると困るんだよね。待って、BGM めちゃめちゃかっこいいんだけど。ほら、目立っちゃうだろ？めんどくさいんだよ。用もなくこっちに来てほしくないのさ。わかる？いいえ、あなたには今伝えるべき言葉がある。これね。A、B、C。用はあるわ。A、B、C。私は今日、あなたに依頼を持ってきた。え？誰の依頼？依頼人は私。私の告白を援助してもらいたい。ターゲットは？ターゲットは、ターゲットはすでに私を欲しがっている。え？え？すでに私を欲しがっている？これ？いいわ、レン。あなたの望み通りにしてあげる。はあ？八王子蓮。やだね。そんな依頼受けないよ。なぜ？どうせ、そいつとつるんでるんだろ。何を企んでるのか分かりゃしない。逃げるの？僕がそんな挑発に乗らないの、知ってるだろ。おいおい、今度はメグちゃんなんだって？依頼だとさ。メグちゃんと A、B、C？うひょー、それで相手は俺か。ちょっとキモいわ、このおっさん。ちょっと待って。恋の ABC ってやつでしょ、これ。八王子蓮。ほうほう、特化の八王子か。僕は気が乗らない依頼は受けないんでね。ええ、そのようね。では、報酬の話をしましょう。やめときな。僕は少額じゃ動かないよ。先生。耳を貸して。お、メグちゃんの吐息。ひそひそ。どう？任せとけ。バッチリ引き受けた。おっさん、何勝手に。期待しているわ、源氏。依頼は伝えた。さあ、あなたの能力を見せて。いやー、めぐちゃん。っていうか、あれだね。レン君に告白することを、レン君が妨害するってことでしょ？すごいこと考えるね、めぐちゃん。はー。で、人変えでおっさん。なるほど。僕は依頼を受けてないぞ。やる気も全然ない。受けろ！あいつなら楽勝だよ！なんでだよ。気弱でサボりまで。いつも屋上で一人いるんだよ、あいつ。そんな青びょうたんが美少女に告白されてみろ。断るわけないだろ。青びょうたん。青二歳みたいなことかな。依頼は簡単に果たせると。そうだよ、源氏。やれ。な。報酬たっぷり分けてやるから。ますます乗り気がしない。あいつなら楽勝だよ。やれ源氏。おっさんは何を耳打ちされたんだろうね。源氏。じゃあそういうことで源氏、頑張れよ。メグのやつ、物おじしない性格のくせに勝手に自分で告白すりゃいいじゃないか。舞台を用意すれば告白するのか。試されてるんだよな、やっぱり。八王子蓮って誰だ。メグが選ぶ相手だ。厄介なやつに決まってる。役不足だな。もっと使えそうな人間、出来事が欲しい。ネタしあんな面倒な子に関わりたくなかったのに。これまだ読んでないよね、多分ね。ぐーたら男子、秋葉源氏。普通科1年。おっさんの言う通りに、かっこなんとなく。腕時計、かっこ電池切れ。おいおい、つけてる意味。サンダル、裸足。楽をしたい。無気力、無感動、目立たない。鬱陶しくない髪の毛。あれ鬱陶しかったよね、2年目になったら。ちょっと髪ちゃんと切りな。袖まくり、かっこ七分丈。ネクタイあり。シャツしまってる。裾、まくらない。あれまだ真面目だね。なんであんな2年目になってダラダラになっちゃったんだろうね。もうぐーたら度が増しちゃったのかな。とりあえず一回セーブして、で、じゃあメグちゃんね。切り替えたタイミングとセーブするタイミングが結構重たいな。てなことを考えてるんじゃないかね、秋葉は。そうね。俺が恋しいのか？自分から俺のそばに来るなんて。これは監視よ、レン。はあ？秋葉のためにか？秋葉はお前に会いたいんじゃないのか？そうかしら。あいつ、いつもむさいおっさんと一緒にいてさ、嫌な学校生活だね。あの教師、嫌いよ。そうだろうさ。いつもタバコ臭いしな。タバコ臭いのはあなたも同じよ。あら、レン君吸ってるの？ダメでちょ。ダメでちょって。じゃあ禁煙するか。この学校もだんだん面白くなってきたわ。お、ゲンゲンすぐ変えるんだね。頑張って。人変え頑張って。ちょっと。フリーズ？あ、びっくりした。よかった。死んだかと思った。腹減ったな。運動場横の多目的棟にある売店に行こう。オッケー。この頃ね、まだね、メグちゃんじゃねえわ、間違った。リポリンまだいないんだよね。でも、カンタ君はいるはずだよね。おばちゃんヤッホー。おばさん、菓子パン2つください。あいよー、担当食べよう。あ、そうだ。特化を探ることも考えて、変装用に特化生がつけてる、なんだっけ、懸賞が欲しいな。おばさん、ここって制服売ってるんですか？懸賞とか。制服？あら。なんです？売ってないんですか？懸賞。仕入れとくよ。後日取りに来ないよ。バレないようにしとくからね。それはどうも。では。秘密で買わなきゃいけないのか。まあ、僕は普通科生だしな。屋上のベンチでパンでも食べるか。オッケー、じゃあ屋上に戻るか。ここの時は屋上結構出入りできてたってことだよね。でもなんで今はアジトでこう屋上使ってないんだろうね。それも理由があるのかな。てか、ロードが長いんだけど、大丈夫？おーい。あー、よかった、進んだ。太った男子。ようやく手に入れた。我々の武器、いそいそ。なんだろう、あの太った特化生。ぬるぬるテカテカしてたな。やだ。え、あれさ、市ヶ谷くんじゃないの？前回出てた嫉妬激励隊の太ってる真ん中にいた人でしょ、多分。僕もパンを食べ過ぎないようにしないと、ああなっちゃうな。ああなっちゃうかな、だって。食べ過ぎには気をつけようっと。オッケー。あ、やっぱ市ヶ谷くんじゃん。やったー。前回出たキャラが登場するとちょっと嬉しいね。あははは。なんか、まだ嫉妬激励隊って感じしないね。ようやく手に入れたぞ。これ早口だったよね、確かね。ようやく手に入れたぞ。早く特化の四谷のもとへ。そっか、太ってたけど、私こういう感じで喋ってたのか。もう、ようやく手に入れたぞみたいな感じで喋っちゃった。ガリガリ男子。そっか、四谷は、小裸男子か。おお、来たな。ブツは手に入ったのか。バッチリよ。おい、準備はいいか、四谷。ああ、いいぞ、市ヶ谷。学校でベタベタするとはなんとかレンチだ。その通りだ。我らは羽里の風紀を守らねばならぬ。え、この頃の四谷くん、ちゃんと口元見えてる。みんななんかね、もう嫉妬激励隊として顔面隠してたもんね。てか、市ヶ谷くんもこういう顔だったんだね。ちょっと可愛い。そこで、我らは、先ほど手に入れたこのワックスを上からお見舞いする。名付けて、ぬるぬるテカテカ作戦。それいくぞ。ワックスをかけなくても、市ヶ谷くんはぬるぬるテカテカしてたってことか。美声男子。おい、諸君、いかんな。他人を妬むのはいかん。誰？なんだ貴様は。ええー、なかった。ピロリン？男子だったの、もともとは。だってダミ声男子になってたじゃんね、あの時はね。この頃はまだ美声だったんだ。俺か、俺は永田だ。知らぬは、放っておけ。永田くんの顔が、なんか、ここの小倉瀬の世界線とはちょっと違う顔をしてる。なんかさ、ガイ先生みたい。わかるかな？ナルトに出てくるガイ先生みたいな顔してる。そんなだから外見が暗くなるのだ。よからぬことを企んでいたのだろう。何のことだ。俺たちはただユタのワックスがけようと。翔くんら、総括したまえ。暑苦しいやつだな、貴様。こそこそするんじゃない。一度きりの学園生活、もっと胸を張って過ごしたらどうだ。余計なお世話だ。はっはっは。まあいいだろう。青春はいつでも諸君を歓迎しているぞ。なんだこの男は。こんな腹の底から声を出すやつ、俺は気に入らん。ここは一時撤退と行くか。そうだな。くそ、ゴリラ男のせいで計画が台無しだ。永田くん、こんな爽やかな人だったのになんで嫉妬激励隊に入ったんだろうね。あれかな、ちょっと待って、セーブします。嫉妬激励隊に入る理由が、もしかしてこの声がダミ声になったことと関係があるのかもしれないね。面白い人物がまだここにいるかもしれない。え、嫉妬激励隊のこと？入り口の上に立つ生徒がいる。何をしているの？お、永田に帰れる。うはははは！ダメだ、笑ってしまうわ。キラキラしてんな。さあ、今日も演説をするか。諸君、羽里を楽しんでいるか？規則と勉学に自分を殺されていないか。青春は瞬時に過ぎ去り二度と戻らぬ。抑圧を跳ねのけ、青春を謳歌せよ。なんでそんな、こう、反復横跳びしてるんだい、永田くんは。面白い人ね。ん？おお。ふわ。おい、君はぁ、なるほど、メグちゃんに恋しちゃうのか、一目惚れってやつ。もういない。誰だったか。いかん。先週の幻影でも見たのかもしれん。青春の幻影でも見たのかな。はっはっはー、俺も青春をしているかなみたいなこと言ってた翌日。蓮か源氏、どちらかに会いに。蓮にしよう。彼を観察したい。特化屋上に蓮ともっと話したい。今のところ結構蓮くんのことを知りたがってるね。どうだメグ、何か面白いことでもあったか？そうね。この学校も、ここの人間どもも、クソつまんねえよな。いいえ、そうでもないわ。ほう？昨日、あなたたちとは違う種類の面白い人を見た。ことの葉ね。これだ。青春は瞬時に過ぎ去り二度と戻らぬ抑圧を跳ねのけ青春を謳歌せよ。はっはっはーの人ね。言い当て。あなたや源氏以外にも面白い人がいるものよ。学校の抑圧に抵抗する生徒、孤軍奮闘しているわ。ああ、くだらん。眠くなった。彼も志はあなたと同じよ。やり方が違うだけ。誰だそんな身の程知らずのバカは。どっか入り口でみんなに語りかけているわ。あなたも知っているでしょ。ああ、あいつ、今でも無駄なあがきを続けてるのか？ええ。覚えたくよ。ところで、俺に告白する気になったかね？いいえ、全然。秋葉の依頼はうまくいっていないようだな。こりゃ、何もせずに俺の勝ちか？ええ、そうね。それじゃあ。今日のところはこれでいい。彼は油断しきっているけれど。そうだね。なんだ？残念。帰れないよ、メグ。鍵をかけたの？正確には、階段側からかけさせたかな。屋上の鍵は俺が持ってる。つまり、お前は俺が許すまで帰れない。何エチエチな展開、大丈夫？いいえ、帰らせてもらうわ。あなたに捕まる前に。無理だぜ。おとなしく俺の腕に抱かれろ。うわぁやば。ちょっと待って。どのセーブファイルにセーブしますか？じゃあ、逃げるってことね。はい。ちょっと待って。画面が固まってるから大丈夫？これ、秒で捕まらん？扉は閉ざされている。けれど、脱出口がどこか必ずある。なるほど。人影だよね。あれ人影じゃない。人の墓？だって今動けないもん。あ、動けるわ。脱出口？あそこか！多分、ここの、あ、ちょっと待って、いけないけど、ここの今、まっすぐ上のところから降りろってことだよね、多分ね。うわぁ！ここでしょ！さようなら。心配しないで。また来てあげる。あるなぁ。俺の侵入口、バレてたから。今回の暴走は多めに見てあげる。けれど、次はないわよ、レン。あら。俺の腕に抱かれろだって。キャーセーブしまーす。で、人替えでビクビクショー、あらカンタくんじゃない。秋葉くんと永田くんにも変えれるけど、ちょっとカンタくん行きましょうか。固まってる。ああ、レイが壁にへばりついてたよ、これ。女子生徒のレイが壁を伝って降りてたよ。それメグちゃんや。レイだよ、あれ絶対レイだよ。やだな、怖いな。こんなところで見てるのね。ちょっと待って、文字が青くて全然見えないんだけど。ビクビク少年。普通科1年。おにぎり、梅、梅？違う、これツナ？ちょっと待って。はい、戻ってまいりました。ちょっと明るくしてきたけど、ちょっとこれだと見やすそうだね。おにぎり、これ塩だね、塩。で、オカルトグッズをつい買ってしまう。かっこ、お金、常にピンチ。で、ホラーオタク、怪奇が好き。左目が隠れている。長袖ワイシャツ、ネクタイもしている、おどおどしていると。やっぱちょっと違うね、1年と2年では。だし、ちょっと髪も短い感じするよね。かわいいなぁ、この頃のカンタくんも。はい、ということで、ちょっと、今ね、パソコンがガクガクなので、一回セーブして終わって再起動かけたいと思いますので、今日はこれで終わりにしましょう。ご視聴ありがとうございました。さあ、続々とこれまでの登場人物がね、出てきているということで、ここからどういう風に展開していくんですかね。これで役不足じゃなくなるんじゃないですか？よし。ではまた次回。おつみよでーす。